それではただいまから本日の第5レースと第6レースに実施いたしましたカムホーム九州里帰りジョッキーズカップの総合表彰式を行います。はじめに総合表彰の入賞騎手といたしまして総合成績上位の騎手3名を発表いたします。それでは第1位の発表です。北海道競馬所属服部貴文騎手。そして第2位佐賀競馬所属金山翔馬騎手。そして第3位佐賀競馬所属武吉徹騎手。それでは佐賀県競馬組合開催執務委員長より入賞騎手に対しまして賞金が交付されます。第1位おめでとうございます。そして九州への里帰りありがとうございました。第2位おめでとうございました。第3位おめでとうございました。それでは第1位になられました服部貴文騎手一言お願いいたします。本日は皆さん集まりありがとうございます。こういう佐賀競馬場で2000ともいい競馬ができたということは頼もしい限りだと思います。また来年も実施できるように頑張りたいと思いますので、また佐賀競馬をよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、服部騎手プレミアムマンゴーで圧勝、そしてマクロを3着と好戦されました。また期間限定騎乗でも佐賀に来られるのをお待ちしております。以上をもちましてカムホーム九州里帰りジョッキーズカップの総合表彰式を終了いたします。皆様応援ありがとうございました。